嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに不快感を覚えた自分に驚いたなです,なすか謝像って一つくのやめてもらっていいですかそれ明らかになってあなたの感想ですよねなんかそういうデータあるんですかあ、それはでもそういう風うにしか理解ができない知能の問題だいす聞きじゃねえよ日本人全員が選挙に投票したら与党が不倫となるのは本当でしょうか 若者も自民党支持が多い印象ですし、同じ比率はほとんど変わらないと思うので、さっさと18歳以上義務化するべきだと思います。むしろ差分けの方が不利になりそうです。これ分かんないが結論なんですよね。ただ僕が考えるに、多分与党が不利になるは正解で、で、どこの票が増えるかっていうと、ミニ政党が増えるが正解だと思うんですよね。要するに、あの、今の人たちって選挙どうでもいいよねと思ってるんですけど、 例えば、その、えっ、ー、と、アイドルマスターが好きな人たちが、アイドルマスター党っていう政党を作ったとして、で、なんか日本全国でアイドルマスター好き集めたら、多分ね、2、30万人ぐらいいると思うんですよ。 っていう感じで、こう、アイドルマスター党で、あの、一つ政党ができて、そこで政治家が生まれるとか、じゃあ、宝塚党みたいなね、宝塚大好きな人たちが、宝塚にひたすら投票して、なんか、宝塚大好きな人が政治家になって、宝塚の幸せになるような法律を作りますって言ったりとか、割と選択肢が増えて、より取り緑になると思うんですよね。 なんか、あの、その、子供いっぱい作りますみたいな人が、あの、こう、東枝さんみたいなタイプの人とかが、じゃあ、やっぱ子供いっぱい作れる方がいいよね。一歩多妻制だよね、みたいな人たちが集まって、一歩多妻党みたいなごめんね、東枝さん。はい。っていうのを作って、みたいなパターンが面白いし、 なので、その要はあの選挙にみんな行かなきゃいけないよねってなると、でも自民党とか立憲民主党にはもともと投票する気ないよね、じゃあどこにでてもいいやってなる人が面白がって投票するの結果、それなりに票が集まっちゃうっていう、まあ、NHK とか賛成党とか、そういう感じで集まった部分もあると思うんでますけど、まあ、あと、ごぼうの党みたいなところも、多分それで当選するみたいになってくると思うんですよね。 なのであの多分その選挙を投票した時にどういうところが増えてどういうところがその,あの18歳あの有権者が投票義務化っていうオーストラリアみたいなことやるとオーストラリアそうだよね義務化だよねっていうことをやると多分そのミニ政党が当選しまくるという結果になるんじゃないかなというふうに僕は読んでいます計算できる人は分かるのですが選挙での「白票」や「無効票」は多数派に投票したのと同じ結果になります「白票でも良いから投票しよう」とかいう人は 与党や優勢な候補に勝たせたいだけな場合がありますよね。えー、立憲民主党は自衛隊合憲と祝ってますが、どういうロジックで合憲と祝ってるんだと思いますか。か合憲じゃないの？<ー>あの必要最低限の武力を持つということは、あのまあ、あの通常の自衛権として認められているという考え方で。なので、元々あの自衛隊ってあの警察予備隊っていう名前だったんですよ。なので、その警察官がじゃあそのじゃあその。えー 山口組がめちゃめちゃ強いので、警察官が戦車を持ちました。で、警察官がロケット砲を持ちました。で、警察官がマシンガンを持ちました。で、警察官が戦闘機を持ちました。それは山口組が強いからっていうのであれば、別に警察官でも、別にあの、そのヘリでも戦車でも持てるんですよ。 っていうので、なので、その、治安を維持するために武力を持つというのが可能だよね。というのが警察予備隊の考え方で。で、なので、その警察予備隊というのが、警察官と違って、警察予備隊として独自のこう文化にして、で、それを別に、そうなの、独自の訓練をして、独自の武力を持たせ続けるというのをやった結果が、あのどんどん進化して自衛隊になったって話なので、なので、その、治安を守るためだったり、じゃあ外国の人が攻めてきたときに、もちろん警察官も戦うんだけど、 例えば、その時に外国の国の人たちが兵隊と攻めてきた時に日本人の警察官はもちろん撃ち合いますよ。あのなんか南部ななんとかみたいな銃ででも南部なんとかじゃ勝てないからじゃあ日本の警察官もマシンガンは必要ですよねっていうのがあったりするのでだってその治安維持とその武力というのは基本的にはそのグラデーションでつながってるんですよ。 なので立憲民主党は基本的にその憲法上、そのあのまあ、警察が許される以上、自衛隊も許されるという価値観でやってるんじゃないかなと思いますけど斎藤浩平さんと角川川上さんやリハック高橋さんと、左派が弱いのは健全な社会として良くない、何とかしないとという話をしました、若手の左派論客がいないので、学生が憧れる対象にならない、欧米の大学生はリベラルが当たり前なのに、日本は大学生もリベラルが少ない、としたらいいですか。 参政党という人たちが日本を舐めるまってかけてますが、あれはどこに対してのメッセージなのでしょううーん。日本人じゃないんじゃないの <laughs> あのね、でも結構ね、参政党のね、神谷さんはね、頭がいいんですよ。要はあの、えっと、頭の悪い人にこういう風なメッセージを投げると乗っかってくれるという、あの、頭の悪い人をコントロールする能力の高さでいくと、神谷さん頭がいいんですよ。 要はその日本を舐めるなということによって外国人にメッセージを与えることで自分たちに自信を持たせるというあの全く自分に自信のない人たちというのに自信を持たせるための支持者を増やすという。なので多分ね、働いてる人とかで、ね、マジどうでもいいと思うんですよ。日本を舐めるなとか。 なんかこう働いてなくて自分に自信のない人たちで、で、なんか、海外の中国の人たちとかどんどんお金持って日本人に舐められてるよねっていうので、あの、なんとか日本人をこう、こう、なんか、こう、勇気を持って、こう、あの、誇りを持たせるんだ、みたいな、いや、自分でやれよって話なんですけど、これはなんかこう、政治の力でなんとかしようとする人たちみたいなのをうまく焚きつけるっていうのでね。あの、基本的にはその自分の人生とか自分に自信を持つっていうのは、 自分でやらななきゃいけないんですよネトウヨは敵にすると面倒くさいけど味方にすると頼りないやる気のあるものを今すぐ殺せといった軍人の正しさがまた証明された模様高市早苗氏はなぜ敗北したかネット保守の過激すぎる応援がだに <laughs> あの自信ってね他人から与えられることはないんじゃないかな何かそのじゃあモテるとかでその その異性から評価されるという経験をすることで、あ、俺はモテるんだ。人に評価されるんだとか、じゃあ仕事が、なんかそのプロジェクトが成功して、あの、ありがとうってお客さんに言われるとか、おすげえじゃんって同僚に言われるとか、その自分が達成したことによって、人というのは自分に自信が生まれるんですよ。なので、ね、その、日本人って生まれたから俺すごい。で、何々人だからあいつらはしょぼいとかっていうのって、 あの、他人に対して説明できないですよね。もちろん、あの、俺、うんこ食うからすげえっていう人も、あの、他人に対して説明できない誇りかもしれないけど、でもやっぱ、他人のうんこ食えてすげえの人って、本人はすごいと思ってても、他人から見たら、いやいや、お前なんでうんこ食ってすごいと思ってんのってやっぱおかしいな話じゃないですか。なので、その、達成、自分が達成したことでもないことを自慢してるっていうのは、周りから見ると、やっぱり頭弱いと思われるんですよ。いや、その、じゃあ、えっ、ー、と、 皆さんじゃあ今聞いてる人日本人だと思うんですけど、じゃあその日本人だから俺すごいって言った時に、あなたがしたこと何ですか日本はご飯がおいしいし、物価も安いより国、という愛国主義者の斎藤浩平さんの日本をもっと良くしたいという願望は保守派と同じやん。と、左派も右派も目的は一緒なのに、方法論で揉めてる感じなのかもね、共通の敵がいると共闘するようになるのかな。 っていうのでいくと、あなたのお父さんとお母さんがやらかしましたっていうことで、あなたがした結果、あなたが日本人になったわけじゃないんですよ。お父さんとお母さんがやらかしたから日本人になっただけなんですよ。なので、人として、じゃあいくつか知らんけど、20か30か40か知らんけど、20か30か40までなって、自慢できることが、 じゃあ40歳だとしてね、40年前にお父さんとお母さんがやらかしたから俺すごいっすって言われたら、もう頭おかしいでしょ <laughs> え、待って待ってあ、あなたの40年間何だったのっていう。<laughs> あなたの自慢できることって何40年前にお父さんとお母さんが何かやらかしたことが自慢なのって言われたら、こいつ大丈夫かってなるじゃないですか。 っていうぐらい何にもない人が、なんかこう、俺すごいんだって思えるというメッセージを与えるって見ていくと、やっぱ賛成党のあの神谷さんはん人を騙すのうめえなって思いますけど、ね。ありました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? It's our fault or your fault?Who's f a u l t c h o o s e w h o s fault? いや、帰ってもいいやめましょう、つらいですよね。どこ帰るんですか、うん <laughs>